BM-24 はソビエト連邦が第二次世界大戦後に開発した 240mm 多連装ロケット砲である。12本の 240mm ロケット弾発射機を装備しており、車台には66輪駆動トラックのジル -151 や ATS 装機式トラクターが使用される。生産は1947年からモスクワのジルで開始され。 ソ連以外にも多くの友好国に輸出された。本国ソ連を含むほとんどの国ではより新しい BM-21 などに更新されて退役しているが北朝鮮では現役とみられる。旧ソ連の友好国以外ではエジプトやシリアから露獲した BM-24 をイスラエルが運用した例がある。1967年の 第3次中東戦争時に露革された BM-24 はそのままの状態でイスラエル軍により運用されたほか発射機を大幅に改造し36連装としたものをスーパーシャーマンの車体に仮装した MAR-240 を製造しニコ大隊に配備されて1973年の第4次中東戦争や1982年のレバノン侵攻作戦で運用された BM-24 運用国、ありがとうございます。